どうも、キスケです。ということで、カリフラスーパーサイジン2が全開覚醒するということで、ちょっと見ていきましょう。はい、性能はこんな感じですね。スーパーサイジン2カリフラ全開覚醒予定。あ、予定か。特殊はアーツで、自身の手札の射撃アーツカードを打撃アーツカードに変換。メインアビで打撃アーツカードをドロー。サイヤ人に対する特攻も、余ダメアップに強化され、よりガンガン攻められるようになると、ということで。いや、結構ね、予想外。うん。このタイミングでカリフラ強化するんやっていう感じではあるんやけど、なるほどね。カリフラなんや。まあ、カリフラって、全然使われてないキャラクターですから、まあまあ本来全開覚醒ってこういうことなんだろうなっていう感じはするんやけど、ちょっとね、正直怖い。うん。怖いキャラクターではありますね。はい。ということでちょっと見ていきましょう。はい。これがカリフラのステータス。赤6凸なんで、マックスステータスですね。意外とね、火力高いんだよな。今の現時点でも。うん。打撃攻撃力250。25万か。25万あるし、ちょっとね、そこそこ強いんじゃないかなとは思ってますね。はい。で、これが、所持アーツとキャラクタータグですね。打撃アーツ2枚。で、サイヤ人、スーパーサイヤ人2、ガールズ、第6宇宙、ライバル宇宙ということで、まあこれどうなるんでしょうかね。何を強化する意図で、カリフラ2を、全開覚醒するのかっていうのが結構大事なんじゃないかなって個人的には思ってます。で、はい。必殺アーツと特殊アーツですね。必殺アーツが大ダメージ。で、敵に打撃非ダメージ 20% アップの能力低下。特殊アーツ。打撃用ダメージを 20% アップ。ここに、射撃アーツを打撃アーツに変換するがつくっていうことですね。うん。まあだから人造人間18号みたいな。感じなのかなっていう気はしてます。はい。で、ほい。これがメインアビリティと Z アビリティ。気力を50回復、打撃用ダメージ 40% アップ、自身の能力低下を解除、ここにプラス打撃アーツをドローということで、強そうじゃね？うん、なんかすごいシンプルにアーツ引っ張ってくれるし、射撃を変換できるし、結構強そうな印象はありますね。で、Z アビリティ。ガールズもしくは第6宇宙の打撃攻撃力 31% アップということで、これがね、どうなるのかなって正直思ってます。全開アビリティですね、だから。全開アビリティで、まあガールズ強化に入るのか、それとも第6宇宙、まあもしくは Z アビリティはないんですけど、ライバル宇宙パーティー。の強化に入るのかっていうことで、結構ね、パーティーが変わってくるのかなっていう感じはするんですよね。うん。で、第6宇宙の全開アビリティだと、まあ、いかんす。いや、まあでもそれでもいいのか。まあ、それでもいいのか。どうなんでしょうかね。その辺結構調整難しいのかなっていう感じはしますね。まあだから Z アビリティと全開アビリティのタグが変わるっていうのは最終形態フリーザで分かったんで、あいつ黄色強化で、で、全開アビリティが強大な敵だったでしょ。だから、まあ、大まかにまとめてライバル宇宙のパープルを強化するのかなっていう印象はあります。はい。だからそんな気はする。で、はい。ユニークアビリティですね。対サイヤ人。サイヤ人に対する打撃用ダメージ 40% アップ消去負荷。まあ、これが、余ダメアップに強化されるってことでしょ？だからサイヤ人じゃなくても、余ダメ 40% アップが付与されるっていうことだと思います。で、ユニークアビリティのもう一個。逃げんじゃねえ。自身が場に出てるとき、敵が交代すると、気力30回復。バトルメンバーのガールズ1人につき打撃用ダメージ 15% ずつアップということで、なんかちょっと嫌な気はしますね、これ。ドロソクアップつかへんよな。大丈夫ですよね。
人造人間18号みたいにさ、大丈夫これ。まあその辺はちょっと心配かなっていう感じはするね。まあでもシンプルにドロソクアップ持ってないので、なんか、全外覚醒することでユニークアビリティの3か4にドロソクアップつきそうな印象はあるかな。正直結構やっぱ打撃発引っ張ってくれるしね、つけてもいいのかなっていう。でもまあつけたら結構やばそうな性能になりそうですね。はい。で、まあカリフラが、全開覚醒するとすれば、まあ、こういうパーティーになってくるんじゃないかなっていう、これはライバル宇宙パーティーですね。ライバル宇宙パーティー、まあ、全開アビリティっていうかその、まあ、ヒットが追加されたばっかなんですけど、結局全開覚醒の性能によっちゃカリフラ出していくっていう形になりそうやから、まあ、これもなかなか強そうではありますよね。まあ、だからライバル宇宙の紫枠、でもう一個がこちら、はい、ガールズパーティーですね。いやガールズパーティーはねちょっとやばそうやね。ほんまに環境トップクラスのパーティーになる可能性は大いにあると思います。前まで紫枠は変身の21号が多分主体だったと思うんですけど、そこにまあパープルのカリフラが追加されるということで、で人造人間の18号もさサイヤ人特攻持ってるでしょ。でカリフラはシンプルに、4ダメアップに変わるでしょ、まあ、だから結構ねサイヤ人パーティーに強い、形として、まあ、ガールズパーティーが入ってくるような気がするんだよな。これさバドスとさ人造人間18号でカリフラ、これでもうぐる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 回して一気に相手パーティーを制圧するようなパーティーがなんか、出てきそうな気するんで、ちょっと正直やばそうちょっと正直やばそうですね。で18号が所持圧射撃圧2枚なんですけど、まあその辺も、特殊圧で打撃圧に変換するっていうものがあるので、まあ噛み合いも良くなってくるんですよね。だからまあガールズ強化なのかなっていう感じはしますね。はい。でよ、でこのタイミングで、まあ、ライバル宇宙パーティーですよね。ライバル宇宙パーティーが強化されるっていうことは3周年 GT じゃないんじゃねって正直思ってきましたね、マジで。その前回3周年 GT かドラゴンボールスーパーマンどっちになるんだっていう動画をね上げさせてもらったんやけど、まあ、詳しいことはそっちで話してるんでそっち見てほしいんですけど、これ3周年 GT じゃないんじゃねだってもう2ヶ月ですよ3周年まで。ってことはもうそろそろ GT の強化に入ってこないといけないんじゃないかなと思ってて、それがねライバル宇宙にシフトしてるんで、まあ前回さスーパー17号が全開覚醒して、おついに GT の時代来るかって思ったんやけど、その矢先これでしょ。いやこれはちょっと怪しいぞ。それか、2周年と同じで GT 強化ドラゴンボールスーパー、まあ、前回は未来編やったけど、まあ、2つのタグを一気に強化するっていう形になるのか、その辺になってくるのかなっていう感じはしますね。はい。ただねその2周年の時は未来パーティーってめちゃくちゃ弱かったんですよ。めちゃくちゃ弱かったんやけど、その新キャラクターの性能が、まあ、ぶっ壊れすぎてて、ほんまに一気に環境トップクラスのパーティーになったので、まだ GT は諦めないでいいんじゃないかなって思います。全外覚醒が来ないからって GT パーティーの強化ないんだじゃなくて、その新キャラクターの性能がぶっ壊れで、まあ、2周年の時の未来パーティーみたいに新キャラクター、まあ、3体ぐらい詰め込むだけでもう GT パーティーが一気に変わるみたいな、もう一気にガチパーティーになる。で、前回覚醒したスーパー17号もいるんで、まあ、その辺と噛み合わせて環境トップクラスのパーティーに君臨するようになるっていう、形もまあなくはないかなっていう、考えれなくないかなっていう感じはしますね。はい、っていう感じでした。僕はね結構カリフラ、まあ、スーパーサイジン2のカリフラが全外覚醒するっていうのは意外と、まあ、予想外というか、悟空4とかベジータ4とかそっち系来るんじゃないかなっていう、それかもう全く
的外れのキャラクター全開覚醒するんじゃないかなとは思ったんやけど、ここでライバル宇宙強化か。これは3周年キラベジとかね、破壊神トッポとかね、来るんじゃねえかなって個人的には思います。はい、皆さんいかがだったでしょうか。今回このカリフラが全開覚醒することによってどういうことユーザー言ってるのかちょっと把握してないのでわかんないんですけど、まあこのカリフラの全開覚醒についてぜひコメント欄に書き込んでってくれたらなと思います。ということで、よければチャンネル登録と高評価ぜひともよろしくお願いいたします。生放送ミルダムの方でやってるので、概要欄のリンクから飛べるんでぜひともフォローお願いします。お疲れ様でした。バイバイ。